私、桃宮一号13歳。ごく普通の中学1年生。突然地球の未来を救うミューミューになっちゃったの。でも、ドキドキすると勝手に耳と尻尾が出ちゃうし、エイリアン倒すまで普通の女の子に戻れないなんて、聞いてないよ。まあ、くよくよしてもしょうがない。一緒に戦ってくれる仲間も見つかったし。みんな、行くよ。地球の未来にご褒美するにゃ。発動しない限り極めて反応が弱い。この間の一件ではっきりした。それに確定できないもう一つの理由は定まった形を持たないということだ。どういうこと？つまり理論上あらゆるものの中に潜んでいる可能性があるということだ。じゃあ人間が気づかずに持っていることもあるってわけ？ああ、人間は多くの鉱石や金属を掘り出しているから。大変だ。何この行列。みんなマリコ先輩に占ってもらうために並んでるんだよ。先輩の水晶占いは当たるって有名だからね。いちごも青山くんのこと占ってもらいなよ。ありがとうございました、マリコ先輩。次の子、入っといて。はい。さあ、イチゴ。頑張ってね。うん。こんにちは。なんか怖いよ。悪い悪い。私って不愛想だからよく怖がられるんだよね。え？あんた今怖がってただろ。いえそんな。さあこっちおいで。はい。で今日は何を占うのかな。はい、実はその好きな子のことで悩んでるんだ。どうしてわかるんですか。まだ何も言ってないのに。水
将は何でもお見通しだよ。さ、恥ずかしがらずに何でも言ってみな。はい。つまり最近彼氏が冷たくなった、ひょっとして心変わりしたんじゃないかと不安になってるんだね。そういうことです。あんたの彼氏ってはっきり言ってろくな男じゃないね。別れた方がいいんじゃない？そんなの嫌です。だって青山くんは優しくて真面目でとんでも素敵な人だもん。じゃあもっと彼氏を信じてあげれば。え？素敵な彼氏なの？はい。とにかくあんたとその彼の相性を占ってやるよ。どうなんですか？あんたたちお似合いだよ。本当ですか？でももっと自分の気持ちに素直になった方がいいね。素直にですか？うん、そうすればきっといいお嫁さんになれるよ。お嫁さん？綺麗だよ、一応。いや、お嫁さん。あの、そろそろ次の子を呼んでいいかな。ああ、すみません。どうもありがとうございました。みんな、遅れてごめんね。お味にたっぷりと奉仕するにゃ。なんですの？テンション高いのだ。いちご、占いした、占いした。占い？今日も頑張るぞ。きっといいお告げが出たのを真に受けてるんでしょ。いちごさん、何を占ってもらったんですか？3つ。どうせ青山のお兄ちゃんのことなので。ゆっくり言ったら聞きたい。聞きたいのだ。おい、先にこっちやってくれるかな。はい、そうだ。おい、赤坂さん。あ、いちごさん。今日帰りにケーキもらって帰ってもいいですか？ええ、それは構いませんが。ありがとう。赤坂さん素敵。マリコ先輩に言われた通り素直になってきてみたものの、やっぱり緊張するな。あ、いちご、ごめんね、突然来たりして。いや、僕の方こそ最近部活が忙しくてごめん。来てくれて嬉しいよ。さあ、上がってよ。うん。青山くん、昨日はマリコ先輩の言うこと聞いてよかった。お礼を言いに行かなくっちゃ。でさあ、あの子かっこいいと思わない？あの、すみません。マリコ先輩いますか？さっき外へ出てたよ。そうですか、どうも。マリコ先輩どこかな。あ、マリコ先輩何を見ているのかな。俊介、お疲れ様。あ、悪いな。マリコ先輩、もしかしてあの人のこと。よっ、マリコ。俊介、さっき俺を見に来てただろう。まさか。たまたまよ。そうですか。あ、そういえばお前の占いって当たるんだってな。女子が騒いでたぞ。ああ、当たるよ。そうだ、俊介も占ってやるよ。いいよ、俺は占いなんて。いいから占ってやるって。あんた今好きな子いるだろ。まあな。相性は良さそうだね。
本当かよ。信用しなって、私の占いは当たるんだから。告白すればきっとうまくいくさ。でもな、そいつ素直じゃないんだよな。どんな子なんだい？まあちょっと気が強いけど、可愛くて妹みたいなやつかな。告白のラッキーデーはあさっての日曜日。場所は噴水のある公園なんかがいいね。お前がそう言うなら頑張ってみるかな。まあ頑張りな。マリコ先輩。いちごちゃん、昨日はありがとうございました。自分の気持ちに素直になったらいいことありました。そう、そりゃよかったね。はい。マリコ先輩は好きな人とかいないんですか？え？その、お昼休みにサッカー部の人を見てたの見ちゃったから。いいんですか？告白しな、なんて言ってしまって。聞いてたの？ごめんなさい。いいんだよ。それに、あんたなんか勘違いしてるみたいだけど、あいつはただの幼馴染だよ。マリコ先輩、やっぱりあの人のこと好きなんだ。ニューアークの特定できたんだって？ああ、早速調査に行ってくれ。最終的に本物かどうかは貴様の持っているミューアクアの雫を近づけてみるしかない。それで反応があったのは何？これだ。古来より人間たちは水晶玉を使って未来を占ってきたらしい。非科学的もいいところだね。しかし本当に未来が現れる水晶があるとしたら。ミューアクアの力。え、そんなことあるの？さあね。だけどミューアクアの力は僕らの想像を超えているよ。反応があった水晶玉を持っているのはこの女。了解。告白のラッキーデーはあさっての日曜日。場所は噴水のある公園なんかがいいね。あの俊介さんっていう人、本当に告白しちゃうのかな。あ、来ちゃった。どうしよう。あ、マリコ先輩。いちごちゃん、何してるんですか？そう、ちょっと散歩でもしようかなって。こんな木陰で？そっちこそ何してんのさ。私はその素直じゃないですね、先輩って。あんた本当におせっかいだね。先輩いいんですか？俊介さんが告白しちゃっても。仕方ないだろ、占いじゃ人の気持ちは変えられないからね。でも先輩、私に言ってくれたじゃないですか、自分の気持ちに素直になれって。先輩、素直になるなら今です。今なら間に合います、マリコ先輩。私はね、あいつが幸せならそれでいいんだよ。大切な幼馴染だから。大切なものはそれだけかい？誰？やっぱりイチゴも狙ってたんだね、キッシュ。でもイチゴにミューアクアは渡せないな。何のこと？誰よこいつ。とぼけたって無駄さ。その子の持ってる水晶だよ。え、まさか。さあさっさと出しちゃいなよ。マリコ、早く。いいから行け。どっちだ、逃がすか。マリコ。マリコ。あ、なんだ。シュスケ、逃げろマリコ。あ、変なの撮っちゃった。まあいっか、なんでも。
諦めるわけにはいかないよ。行け、キメラエレファント。さ、水晶を渡してもらうよ。どうする？後ろ取れ。こっちだ、こっち。ほら、こっちだ、こっちだ。ママベルベル。大丈夫、それはミューアクアじゃないわ。え？物理的にミューアクアが割れることはないはず。じゃあこれは？ただの水晶ね。なんか一気に疲れたのだ。
二人が無事で。あれ、何してたんだ俺たち。うん、どうしてここに。マリコ。そうだ、あんたはこれからデートだったよね。頑張んな。おい、ちょっと待てよ。さてはお前メールチェックしてねえな。え、今日12時にひまわり公園の噴水の前で待つ。何これ。デートの誘いに決まってんだろ。バカだねあんた、漢字間違えてるよ。噴水の前で待つって何よ。ってやつは、人がせっかく誘ってやったのにバカとは。なんだもん、バカとは。え、だから俺はお前を待ってたんだよ。だってあんたの好きな子は、まあちょっと気が強いけど可愛くて妹みたいなやつかな。二回も言わせんなよ。なんでそんな回りくどいことするんだよ、俊介のバカ。おい泣くなって。だってお前素直じゃないからまともに誘っても来ないと思ってさ。なんで泣くんだよ。もうよかったですね。俺悪くないだろ。マリコ先輩。ねえイチゴ聞いた？何？マリコ先輩占いやめちゃったんだって。通称玉壊れちゃったらしくてさ。そうなんだ。それにね、よくよく聞いたら先輩の占いって結構適当だったらしいよ。適当？うん、自信を失ってる女の子を元気にしてあげるためにやってたんだって。じゃあ私が青山くんの嫁さんになれるっていうあの話は。イチゴ遅れるよ。花嫁の父の心は複雑なの。やだ、佐藤さん、花嫁だなんてそんな単純バカ。